1982から1983シーズンの NBA は NBA の37回目のシーズンである。この年のドラフトでは1980年代を代表するスモールフォワード2人が指名を受けた。ジェームス・ウォージーは全体1位指名を受けてロサンゼルス・レイカーズに入団。前期チャンピオンチームのレイカーズが1位指名を持っていたのは マジック・ジョンソンが加入した1979から80シーズン中、クリーブランド・キャバリアーズとのトレードでこの年の一巡目、指名権を獲得していたからである。前期のキャバリアーズは15勝67敗でリーグ再開となり、レイカーズが獲得した指名権は全体1位指名権に化けてしまったのである。抜群の身体能力と得点力を誇るウォージーの入団で、 速攻を軸とするレイカーズのオフェンスが完成され、いよいよショータイムレイカーズがアリーグを席巻することとなる。もう一人は、ユタジャズから全体3位指名を受けた、ドミニク・ウィルキンスである。しかし、彼が入団したのは、ジャズはでなく、ジャズとトレードを交わした、アトランタ・ホークスだった。ホークスが、ウィルキンスの代わりに放出したのは、長年ホークスのエースを務めてきたジョン・ドリューであり、 ウィルキンスへの期待の高さが伺えた。ホークスの選択は正解で、ウィルキンスは派手なダンクで注目を集めるとともに、ホークスを80年代後半有数の競合チームへと押し上げていく。他、テリー・カミングス、ラサール・トンプソン、トレント・タッカー、クインティン・デイリー、クラーク・ケロック、クリフ・リビングストン、ラファイエット・リーバー、ジョン・バグリー、スリー・ピー・フロイド、レスター・コナー、 テリー・ティーグル、ディッキー・ピアース、ポール・プレッシー、フレッド・ロバーツ、スコット・ヘイスティングス、ロット・ヒギンズ、デレック・スミス、クレイグ・ホッチス、マーク・イートン、マイク・サンダース、エドニア・リーラが指名を受けている。オールスターには J ・ o g T ・カミングズ、D ・ウィルキンズ、F ・リーバー、S ・フロイド、R ・ピアース、M ・イートンの7人が選出されている。ウィルト・チェンバレンが去り、 さらにビリー・カニンガムがチームを去った翌年のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズはリーグ史上最低勝率となる9勝73敗を記録。しかしダグ・コリンズ、ジョージ・マクギニスラによって再建がなされ、そして1976年には ABA 出身のジュリアス・アービングを迎え、リーグ有数の強豪チームに成長し、ファイナルにも進出した。1980年代に入り、 マジック・ジョンソンやラリー・バードなど新世代のスター選手を獲得したロサンゼルス・レイカーズやボストン・セルティックスの台頭が始まる中、セブンティー・シクサーズは70年代の残賞として、依然強力な競合としてリーグに君臨していたが、しかしプレイオフでは新世代チームに押されつつあり、特にレイカーズには1980年と1982年のファイナルで優勝の夢を砕かれている。 セブンティー・シクサーズも世代交代の波には逆らえないかに見えた。ファイナルでレイカーズに敗れた前期終了後、セブンティー・シクサーズは大胆に動いた。まずは破壊的なスラムダンカーとして鳴らしたダレル・ドーキンスをニュージャージー・ネッツに放出し、そしてコールドウェル・ジョーンズと将来のドラフト一巡目、指名権を引き換えにヒューストン・ドケッツとトレード。 アービングと同じ ABA 出身であるモーゼス・マローンを迎え入れたのである。もともとセブンティー・シクサーズにはジュリアス・アービングを筆頭に優れたスコアラーのアンドリュー・トニー、コーディフェンダーのボビー・ジョーンズにモーリス・チークスとペリーメーターには優秀な人材が揃っていたが、これに当時のリーグトップセンターであるモーゼス・マローンがインサイドの核として加わり、 ここに、レイカーズやセルティックスをしのぐメンバーが揃った。元、ABA 出身で、リーグ有数のスター選手であるアービングとマローンは、多くの面で、対照的だった。アービングはそのたぐいまれな身体能力と、華やかなプレーで、学生時代から注目の的となり、ABA 入り後は2度の優勝、MVP にも輝いた。ABA 消滅の折、 多くの選手が行き場を失う中でもアービィングはセブンティーシクサーズに移籍し、以後リーグ有数の競合チームのエースとして活躍した。一方のマローンは身体能力は恵まれなかったが練習でそれを克服し、高校から直接プロ入りした5番目の選手となった。しかしプロ入りと同時にジャーニーマンとしての選手生活がスタートし、 最初の3年間は毎年のように所属チームを変えていった。しかし1976年のヒューストンドケッツ遺跡をきっかけにマローンは毎シーズン25得点15リバウンド以上を稼ぎ出すリーグを代表するセンターに生まれ変わった。常にスター街道を歩んできたアービングと苦労して現在の地位を築いたマローンはまた性格面にも大きな違いがあり。 ニューヨーク生まれでネックカラの都会っ子であるアービングはリーグ切手の新種として知られ記者からも評判が高かった。一方のマローンは科目でたまに開かれる口からは問題発言が飛び出したこともあった。周囲はこんな二人が同じチームで共存できるか不安視した。しかし二人には共通の目的があった。NBA 最高の名誉であるチャンピオンリングである。 マローンを加えたセブンティー・シクサーズはリーグを席巻し、65勝17敗でリーグトップの勝率を収め、マローンは MVP を獲得した。マローン獲得は大成功だった。そして開けば大胆発言が飛び出るマローンの口から、またもや大胆発言が飛び出した。レギュラーシーズン終了後に記者からどのようにプレイオフを戦うか尋ねられた時、ただ FO、 FO&FO FO と短く答えた。これは、カンファレンス準決勝、カンファレンス決勝、そしてファイナルまでの各4戦を全勝で勝ち抜く、つまり、全勝優勝することを宣言したのである。プレイオフが始まると、セブンティー・シクサーズは、マローンの宣言を粛々と実行するかのように、カンファレンス準決勝で、ニューヨーク・ニックスを4戦全勝でスイープした。そして、 カンファレンス決勝の相手は宿敵ボストンセルティックスではなくミルウォーキーバックスだった。ポイントフォワードという新しい概念を NBA にもたらしたドンネルソン HC 率いるバックスにセブンティーシクサーズは3連勝した後の第4戦で不覚を取り94から100で1敗を喫してしまった。マローンの予言はここで崩れてしまったが続く第五戦を勝利して二年連続で ファイナルに進出した。西から勝ち上がってきたのは、セブンティー・シクサーズの旧敵ロサンゼルス・レイカーズだった。セブンティー・シクサーズが優勝するための最後のピースを手に入れたのならば、レイカーズもまたショータイムバスケットを完成させるための最後のピースを手に入れていた。1八十二年の NCWA トーナメントを制し、成り物入りでレイカーズ入りしたジェームス・ウォージーは、この年は、 ジャマール・ウィルキスの控えだったものの、その抜群のスピードとクイックネスは、レイカーズのランガンオフェンスを一つ上の段階に進化させた。しかしプレイオフの一週間前になって、ウォージーは足の骨折で戦線を離脱してしまう。それでも、新人一人が抜けたところで揺らぐレイカーズでもなく、プレイオフでは、ポートランド・トレイル・ブレイザーズとサンアントニオ・スパーズを、 それぞれ4勝1敗で下し、2年連続でファイナルに進出した。しかしこの間、レイカーズはさらなる痛手を負った。ボブ・マカデュがファイナルを全球する怪我を負い、ノーム・ニクソンも故障を抱えてしまったのである。ファイナルは2年連続で同じ顔ぶれとなり、また同カードはこの4年間で3度目だった。過去2回はいずれもレイカーズがセブンティー・シクサーズを下して優勝していたが、 しかし今回のファイナルはセブンティー・シクサーズがここまで圧倒的な強さを誇り、そしてレイカーズは故障者が続出しており、結果は日を見るより明らかだった。フィラデルフィアで迎えた第一戦を113から107、第二戦を103から93、ロサンゼルスに戦いの場を打ちした第4戦では111から94と、セブンティー・シクサーズが3連勝を飾って一気に、 優勝に王手をかけた。第4戦では、怪我を押して戦ったノーム・ニクソンがついに戦線を離脱。それでもレイカーズは奮闘し、試合終盤まで106から104と2点のリードを奪っていた。しかしタイムアウト明け後に、ジュリアス・アービングが、カリーム・アブドゥル・ジャバーのパスをスティールし、そのままワンマン速攻でダンクを決めて、逆転を果たすと、さらにスリーポイントプレイにジャンプショットと、 セブンティー・シクサーズの得点を一人で積み重ね、レイカーズを追い詰めた。そして最後は、モーゼス・マローンとモーリス・チークスのダンクが、レイカーズのゴールに襲いかかり、ついに115から108でセブンティー・シクサーズが勝利。1967年以来16年ぶりの優勝を決めた。ファイナルがスイープで決するのは、史上4度目、1975年以来8年ぶりのことである。 アービングにとっては4度目のファイナル挑戦にして、初の NBA 優勝であり、ABA と合わせれば3回目の優勝となった。またマローンにとっては、ロケッツ時代も含めて2度目のファイナル挑戦にして、生涯初の優勝であり、またファイナル MVP も受賞し、シーズン MVP とファイナル MVP を同時受賞した、史上3人目の選手となった。プレーオフ前に宣言した、 FOFOFO FO FO こそ叶わなかったものの、プレーオフの8勝1敗は2001年のレイカーズに破られるまで歴代最高勝率だった。セブンティーシクサーズにとって悲願であった、今回の優勝はフィラデルフィアでも特別な意味を持つものとなった。フィラデルフィアに本拠地を置くアメリカ次第メジャースポーツのチームの中では最後の優勝となっているからである。 セブンティー・シクサーズにとってもこれが最後の優勝となっており、アービングとマローンの2枚看板体制はその後もセブンティー・シクサーズを競合チームに押しとどめるが、ファイナル進出は叶わなかった。セブンティー・シクサーズが次にファイナルに進出するのは18年後の2001年のことである。またセブンティー・シクサーズの優勝は70年代から活躍する。 ベテラン選手たちの最後の光でもあった。この年を最後に、リーグはいよいよ本格的なレイカーズとセルティックスのに、今日時代、そしてそれに続く、新世代たちが活躍する、新たな時代を迎えることになるのである。フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ4から0、ロサンゼルス・レイカーズファイナル MVP、モーゼス・マローン・マジック・ジョンソン、ラリー・バードの NBA 入りでリーグは、 確実に上昇気流に乗り始めていたが、それでも潤っていたのは一部のみで、依然として大多数の球団は財政難に苦しんでおり、1983年の段階では23チーム中17チームが赤字経営に陥っていた。そしてこのシーズン前には選手たちへの給料未払い問題が発生したため、 カンザスシティキングスとサンディエゴクリッパーズでは、選手たちによるストライキが計画された。このストライキは回避されたものの、当時苦しい経営を強いられたリーグの状況を、如実に物語る事件だった。たびたび衝突してきた協会も、選手会もさすがに、危機感を抱き、競技の場をもって1983年3月には、NBA 初の労使協定が締結された。 主な内容は以下の通り。この協定は財政の健全化に一役買った点で NBA の大きな転換期となった。また過去、自らの主張を通すために多くは裁判に頼ってきた選手会が協会と同じテーブルについたことも大きかった。そしてこの時協会と選手会の橋渡しをし、協定締結に尽力したのが当時協会の顧問。 弁護士を務めていたデビッド・スターンだった。ありがとうございます。